コンビニの中で海の生き物を探そう。お、今回は2人に1000円ずつ渡すので、ありがとうございます。1000円以内で買ってきてね、うん、面白い方が優勝だよ。面白い方が優勝。勝った人は購入したものをプレゼント。え、負けた人はお金を払ってもらうよ。自腹になるんだ。そう。それではレッツゴー。ゴーゴー。魚がたくさんだな。これいいんじゃない。おや、やっこさん、こんなところに。難しいね。難しいね。やっこさん大変だ。はい。全然計算ができない。私も計算できなくて今電卓出してる。待って。てってれー、買ってきました。戻りました。さて、どんな海の生き物を見つけたかな。ずいぶん悩んでたね。うん、どうやって勝負しようかちょっと考えちゃった。難しい、ね、難しい ね, ね。そうなんだ。ちゃんと1000円以内で買えましたか。995万円。本当にギリギリじゃん。お釣り5円。私は914円。あ、いい。やっこさんはエコバッグ持ってきたんだね。あ、そう、エコバッグ持ってきた。店員さんが入れてくれた。胸になんか入ってるよ。胸になんか入ってるよね。あれ、これエコバッグです。出てきた後に気づきました。5円ぐらい袋代だね。そうだよね。エコって大事だよね。これマイナスポイントだね。じゃあ見せてもらおうかな。お、よし。まずはやっこさん。す、イカグミ。おお。まあ、イカか。イカがいる。いいね。じゃあ次は糸丸。これブリとウインナー2本入りバーベキューソース。ーここに、うん、ブリ。ブリ。ああ、ブリがいるね。そう、ここにブリがいる。ヤコさんは？カキ。ゴキグミ。カキ。カキ。貝のやつ。そう。美味しいやつだ。フライにしたり、生で食べて当たったり。当たったり、当たっちゃダメだよ。では私続いて、じゃん。昆布だしで炊いただし結び。この、うん、ここに昆布だしで炊いた。鯛が炊いたんだ。ここにいるの。いいね。昆布も入ってるね。そう、昆布も入ってるし、うん、まさにね、うん、誰も気づかないようなところに鯛が入ってるね。すごい細かいとこ見てるね。ね、そう、私はこういうのが得意なので、いいね、しっかり見てきたよ。なかなかいいね。でしょ。じゃあ続いてやこさん、うん、またね、グミシリーズですよ。またグミか。このグミ、マスカット味です。お、お、マス。あ、なるほどね。グミの中にこんなに魚がいるんだね。続いて私は、うん、てってれー、ジューシーハムサンド。うん、しましまのここの部分がね、うん、ニジマスの横のラインと一緒だと思って、ほら、見て。え、どれどれ。本当だ。ほらほら。あ、本当だ。どうよ。すごいね。これすごいね。やった。じゃあやっこさんは？あずきもなかがね、お、六角形のね、亀の甲羅みたいだった。あー、亀だ亀だ。じゃあ糸丸。続いてはこちら。うんうん。ビオレ U のボディウォッシュなんだけど。どこ？ここ。ボディウォッシュの中に、うん、私たちのワクワクウォッチングのウォが、ウォが入っているのです。ウォ、これ海の中の魚全部入ってるからどう？よくない？いいね。ほら、でこれが私が一番推したかったやつ。やっこさん行こう。私結構あの、うん、みんな知ってる商品買っちゃった。お、うん、あ、やっぱりもう面白いから買いました。カニパンです。1個。あー、じゃあ私がなんか渡されたけど。あー、カニだね。しっかりカニだね。ね、糸丸まだある？あるよ、大事だよ。これを、うん、こうしてクラゲ。ほら見て、このだんだんクラゲに。あー、見えてきた、見えてきた。見えてきたでしょ。これが私の最後の商品です。やっこさんまだある？あ、まだありますよ。クロワッサン。クロワッサン持ってみて。あ、はい、失礼します。巻き貝。巻き貝。あー、見える見える。いいね。うん、
さすが素晴らしい。横さんすごいね。もうこれで終わり？あのね、巻き貝もう一つある。もう一つ、うん、これみんながよく論争が起こる。あ、タケノコの里。そう、これさ、この形も巻き貝に似てない？似てる。あ、似てる似てる、ね、池によくいる黒いちっちゃい貝にも似てるよね。あもうこれで終わりでしょ。うん、さすがに、ね、最後はね、ちょっとこれ最後これね、買うか迷ったんだけど、うん、須田子さん太郎それもそのまんまじゃんはい、ということで、うん、なんかすごいいっぱい出てきたね。出てきたでしょ。うん、なんかね、一個も被らなかったの、すごいね。確かに。じゃあ優勝は、はい、優勝はじゃんけんで決めちゃおう。運任せかい。最初はグッチョッキー、ほい、あいこでしょ、あいこでしょ。うわー、勝ったのは糸丸。買った商品全部ゲットだよ。おめでとう。楽しかったもんね。楽しかったもんね。それが何よりですよ、ね、うん。みんな、ワクワクウォッチングを見てくれてありがとう。また次回に会おうね。